ごめんなさい。あのー、僕ちゃん、最初、プラダリア来ると思ったんですよ。うん。プラダリア来ると思ったんですよ。うん。ごめんなさい。プラダリア、三着ぐらいしか来ません。なんで買っていますあの、京都大正伝とか、京都確かに相性がいいと言っておられます。だけど、ベラジオオペラ、皆さん聞いてください。あれ、四冊、京都って、 あの、いつも大阪じゃないですか、開催するのが。京都で、4歳は来てるんです。そして、ベラジオオペラ、大阪杯でギリギリ一着かのように見えました。確かにギリギリでした。だけど、ベラジオオペラ、4歳なんです。これ4歳ってところにキーポイントで、4歳っていうのは成長してるんです。無職のように成長してるんです。つまり、はい。どういうことかっていうと、 もう、前より断然良くなってるんですよ。しかも今回体重、プラス18キロ、増ですよ。で、天気最悪。うん。ば悪いっていうことは、体重が重い方が、好、えー、高成績残す可能性が高い。そして、ベラジオオペラ4番人気ですげ、ね、え舐められてます。舐めちゃいけません。舐めたらあかん。舐めたらあかん、これ。おっつみおいもあります、皆さん。ベラジオオペラです。